平和大駅は千葉県流山市流山4丁目にある流鉄流山線の駅である。駅番号は RN5。過去には東駅から東方種類、株式会社の工場まで引き込み線が引かれていた。平和大の名は平和不動産が開発、分譲した住宅地に由来する単式一面一線ホームを持つ地上駅である。ホームと改札は 線路の西側に設置されている。駅舎の入り口付近の自動販売機コーナーは、かつての売店跡である。入り口には、流れ山市ふるさと産品の品々が飾っている。ディスプレイが置かれている。2019年度の1日平均乗車人員は1282人で、流鉄6駅中4位である。近年の推移は、下表の通り。東側は、新興住宅地であり。 流山駅付近まで広がる。南の踏切から東に向かって商店街が形成されている。南東の西平井、平れヶ崎地区では市による土地区画整理事業が行われている。西側は千葉県道午後松戸の打線に沿う江戸時代からの市街地。南西側はかつての陸軍両松本省流山出張所の所在地であり。 戦後民間に払い下げられてキッコーマンなどの工場になった。現在では千葉県立流山南高等学校や伊東洋華堂などになっている。駅前のスクランブル交差点と伊東洋華堂赤木神社もよりのバス停は駅東側にある平和台駅前、駅西側の流山街道沿いにある流山五丁目、駅西側にある平和台駅入り口の3カ所で、 いずれも、駅から徒歩約五分の位置にあり、南北方面に向かう路線バスが経由する。広報資料、プレスリリースなど一時資料統計資料。ありがとうございます。